Hello everyone, ダージャハオ、皆さんこんにちは、ひときです。皆さん日本語を勉強しているときに、あれ？これ英語の単語じゃんって思ったことありませんか？例えば、このカバンどのお店で買ったの？という代わりに、このバッグどのショップでゲットしたの？と言っても OK です。特に若い人がいます。僕のイメージだと、東京に住んでる若い女子高生とかが、え、それ超キュートなんだけど、どのショップでゲットしたの？って言っているイメージがあります。 No offense。 こういう風に日本語はたくさんカタカナの言葉があるので、皆さんは多分単語がわからないときは英語をカタカナで読めば OK じゃないっていう風に思いませんか？だから今日はどのくらい英語と日本語をミックスしてもナチュラルな日本語として OK かをチェックしたいと思います。もうスタートしちゃった。あと最後に、僕のおばあちゃんは英語を話せないんですけど、そのカタカナの日本語でどのくらい会話できるかを電話してみせたいと思います。まあでも、まずカタカナ語って何っていうのを簡単に説明したいと思います。まず日本語は和語、漢語、外来語っていう大きな3つのグループがあります。和語は日本の元々の言葉、漢語は中国から来た言葉、外来語は中国以外の外国から来た言葉です。なんか漢字って一つの漢字でもいろいろな読み方がある時ないですか？例えば水を飲む時の水、あれは和語で、水曜日の水、あれも同じ漢字なんですけど、あれは漢語というふうに言われます。3つ目の外来語はよくカタカナで書くので、カタカナ語とも言われます。よくバナナとかストロベリーとか食べ物の名前に使われていたり、最近だとよくコマーシャルとかのビジネスで使われることが多いです。もうこのカタカナ語はすごい使われていて、例えば、今日のランチどのレストラン行く？どこでもいいけどチキン食べたいな。あとドリンクバーとポテトフライもオーダーできるところがいいな。あー、じゃあマクドナルドのドライブスルーとかどう？まあドリンクバーはないけど、チキンバーガーとかポテトとか、あとドリンクもオーダーできるし、俺が好きなデザートもオーダーできるから、そこでもいい？あ、いいじゃん、オッケー、そうしよう。どうですか？結構カタカナの言葉って使われてますよね。だから全部カタカナでいいじゃんって思うかもしれないんですけど、実は使えない言葉もたくさんあります。例えば、今日ご飯食べたを Today ご飯食べたとは言いません。あと海外から来た映画のタイトルが、例えばタイム&ラブって書いてあったから、あ、日本人はタイムって言うんだって思って、友達に今日ちょっとタイムがないなとかは言うことができません。今はできません。こういう風に書いてあるカタカナ語を全部使えるわけではないので、そこもちょっと難しいですよね。あともう一つ、僕たちがメイクするという時はメイクアップの意味しかないので、この書類メイクしてという言い方はできません。よく女性がちょっとメイクするねとか、今日メイクしてないんだという風に使います。あとは僕たちがファイトっていう時は頑張っての意味になります。ですので、ひとき今日ファイトって言った時に、本当にファイト始めないでください。それは危ないです。でも基本的に聞いた言葉をコピーすればグッジョブです。まあでも本当に僕たちはたくさんカタカナの言葉を使うので、英語を話せないおばあちゃんでもカタカナ語を使うとコミュニケーションができるということをみんなに今から見せたいと思います。ちょっと久しぶりだな、話すの。ちょっとナーバス。はい、もしもし。あ、もしもし、おばあちゃん。あ、しばらくだね、うん、あ、そうだね。あのさ、うん、今度ゴルフのプレーをするとき自分で行けばいいのかな？うん、自分で来れば平気。9時半スタートだからね。9時半スタートね、オッケー、うん、今度は人数がいるからコンペ。それでコンペ、うん、コンペって何？コンペティション、うん、うん、あ、なるほどね。で、イソってはトップでさ、シュウメイさんとかさ、アイソとマリサ、まあ、クマリサ話してあるからね。俺はトップっていうことは一番最初にプレイするってこと？うん、そう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 。Okay. で、うまい人つけといたからさ、で、いろいろ、うん、マナーとかいろいろ聞きながら。ゴルフ場にはマイカーで行けばいいの？うん、自分の車でね。うん、オッケー。あー、そっか、じゃあゴルフのクラブとかバッグとかは持ってくるんだね。うんうん、で、あそこで練習できるから、うん、もし、うんと早く来て、ドライバー練習したけ練習しても、パター練習したけ練習してもいいし。あと、俺のゴルフシューズもおばあちゃんのハウスにあるっけ？そうだよね。うん。
あのゴルフのチケットはおばあちゃんが持ってるよね。うん、あれ3枚あるからもうバッグ入れとくから。うん、あのバッグ忘れた。だからランチ付きのチケットだよね、うん、ランチ全部お昼付き。お金は心配しなくても大丈夫だ、おばあちゃん出してあげる。分かった。それでその練習するんだったら8時とか7時半とかさ、うん、楽しみにしてるからね。じゃあ楽しみにしてるね、うんうん、じゃあラジャー、うんうん、はいよ、はいはい、バイバイ。おばあちゃん話しすぎでしょ、長いよ、話が長いよ。でもちょっと面白かったな。おばあちゃん今回俺が何の動画撮るか知ってたのかな。すごいカタカナの言葉を使ってくれて、すごいヘルプしてくれてありがとう。ちょっと普通よりたくさんカタカナの言葉を使ったから、もしかするとおばあちゃんはあれ変だなって思ったかもしれないですけど、でも本当に意味はわかるんですよ。だから日本語を勉強するときはできるだけカタカナの言葉は使わないでほしいんですけど、でももしそれでコミュニケーションをスタートするのがシビアだったら使ってもノープロブレムです。皆さんありがとうございました。おばあちゃん実は英語喋れるのかな。後でいきなりおばあちゃんに英語を話すっていう動画も撮ってみたいな。ちょっとそれ面白そうじゃない。もしこの動画が人気出たらちょっと撮ってみようかな。ちょっと見せたいものがあるの。ちょっと待って、ちょっとさ、これ見てくれない？俺のバジルと唐辛子、なんか本当にバジルのいい匂いがするの。こっちは何の匂いもしないんだけど、もうピザのマルゲリータを思い出す。あ、いい匂い。今日ちょっと森行って散歩しようかなって考えてて、最近オンラインクラスでずっと家にいるから、ちょっと外行きたいなと思って、これから行きたいと思います。じゃあまたね。